こんなの今世に出せるんですよ。熊会議としてちょっと。熊会議。はい。はい。アイデアちょっとまとめて一回ちょっとまた起こり直した感じなので、これまあより狂気を感じさせたい時とか、これもね撮る角度でこう表情変わるわ、真ん中に分かれてるやつって何か意味があるんだろうなって思わせる。この会議本当にやばいとこ切りますんで YouTube で流していいですか？ニールセンさん、あのパンダはどういうイメージで作ったんですか？ピラミッドパンダ作った時は陽気な感じに見えるんですけど、裏があるようなちょっと嫌なところもあるんですよっていう風に言われてたんで、本当ってよく考えてるこの。なんだろうな、人間の中にある普通の二面性、俺普通普通だと思うんですけど、人間って建前と本音とか、まあ好きと憎しみとかいろんなものってこう表裏一体じゃないですか。それがこう一個に詰まってるものをこう分解してたり溶けほぐしていったりするようなのが、まあ、本音ベースで話すリハックだと思ってるんですよね。了解です。あ、皆さんお疲れ様です。ありがとうございます。はい、どうもどうも。1個ちょっとご相談先にしていいですか？はい。あのこの会議本当にやばいとこ切りますんで、あ、はい、 YouTube で流していいですか？大丈夫です。急に頭おかしいこと言ってすみません。はい、とんでもない。ありがとうございます。あのニールセンさんの、そうだ、代表作とか主な仕事教えてください。基本は今は舞台、最初スタートが舞台だったラーメンズの舞台美術だったんで、最近だと東京03のフロリックアホリックっていう日本武道館でやったやつですね。ライブの僕映像ですね、今主にやってるので、あとは何ですかね、テレ東さんで言うとウレロ未確認少女、ウレロ、佐久間さんが言ってたウレロシリーズとか、あとテレ東音楽祭とかのあれですね、基本はそのアートディレクションみたいな感じですね。もうアートディレクション、映る絵の、もう具体的な決定権がある、こういうもの、こういうデザイン入れましょう、デザインの決定権があるみたいな感じです。だからセット図に近い、セットのデザインみたいな、アートディレクション。そうです。セットはね、またセットデザイナーがいるんで、画面に例えばあの編集で入れるような素材ですね。あ、はいはいはい。あれですよね、私と多分ニルセンさんで接点があってお仕事したのは、まあ、すぐ終わっちゃいましたけど、動物冒険バラエティワンダみたいなあのクマですよね。何だっけ、あのクマ。クマある。佐久間さんが動物番組作るんだって思ったびっくりしたやつですね。そうですよね。それのなんかクマのちっちゃいキャラクターを多分佐久間さんと私とニールセンさんでやった番組で、まあ、佐久間さん主導で作ってたっていう時ですよね、はい、多分。の後にあのウレロのシリーズにこのクマのクマールが出てくるんですよ。でそういう流れで、そのワンダが終わった後にウレロの多分ねシーズン3かなんかでクマ余ってるからクマ使おうぜって言っていきなりあのそうクマール宅急便っていう架空のあの宅急便 の, あのマスコットキャラみたいな感じで出てきました。私もあクマールも伏せたんですね、一回。はい、一回来ました。あの、はい、よかったわ。下ってきました、こっちに。そっか、いや、いろいろテレビ東京時代もお世話になりましたけど、あの株式会社隣および YouTube チャンネルリハックでも引き続きたまにアートディレクターとして、はい、あのお金があるときはちょっとご相談させていきますね。はい、もう応援せざるを得ないですよね、本当にもう。はい、パンダじゃない、熊会議としてちょっと。熊会議、はい、すみません。2回目ですね、もう。2回目ですね。昨日ですかね、はい、1回目。すごい速さですよね。そうですね、昨日の話だったんで、はい。どんなスタイルやねんみたいな。はい。すみません、ありがとうございます。はい。ちょっと私、まだ私、ちょっと今、ちょっと、まだフォルダ開けてなかったので、今、開きますね。はいはい。まあ、昨日出た、その、修正案とか、まあ、そのアイデアちょっとまとめて、一回ちょっとまた起こり直したって感じなので。あ、いいっすね。まあ、ちょっとこれで決まりってわけじゃなくて、またこっからちょっと揉んでいただくとって感じです。とりあえず、いろんなパターンを、基本形を一回出したって感じです。これで、ありがとうございます。拝見しました。ま、これで言うと、僕、2ページ目っていうんですかね、2ページ目の、はい、B3、マーク2トーン。はいはい。
あ、でもあれか、顔は熊っぽい方がいいから、マークチェッカーってやつか。はい。はい、B2 のマークプラスチェッカー。はい。が好きなんですが。あとは、結構プラスチックってお値段高いんで、そこをうまく抑える方法、今ちょっと頭の中でそろばん弾いてて。はい。ひろゆきさんがお金出してくれるはずです。ひろゆきさんにかかりましょう。あと、まあ、目の色、ちょっとオッドアイって言って、左右違う色になってるバージョンとかあって、まあ、より狂気を感じさせたいときとか、あと、なんかこう、右から撮ったショットと左から撮ったショットで表情変わるんで、あと、口元もちょっと口角がね、左の方が上に上がってるような、ちょっと、これもね、撮る角度でこう、表情変わるわ。あと、ちょっと、あれですね、牙みたいな、こう、一本だけちらっと見えてるぐらいの感じでやると、これ照明の加減によっては、まあ、刃って可愛かったりもするんですけど、照明の影が効くとめちゃくちゃ怖くなったりとかね、いろいろ表情作れそうだなと思ってですね。それ、あ、そうですね。そう、ごめんなさい。それで言うと、なんか僕、ごめんなさい。やっぱパッと見ると、そうだそうだ、やっぱ B さんのマーク2トーンっていうやつ、この目の色が、やっぱ分かれてる方が狂気的で好きですね、なんか。はい。これも、だからピラミキパンダの赤をひね、右にひねるか左にひねるかで出てきた色、色合いなんで。そうですね、これのがいいかな、こっち。だこのちょっと口元がちょっとどこまで茶色いかっていうのあるじゃないですか。これは口元だけのが怖いですか、やっぱ。口元まで攻めるってことですか、この色を。あ、いやいや、今、茶色が、一番左だと顔全体が茶色で、2番目だと口元だけが茶色じゃないですか。はいはい。これね、単純にクマに近いかに少し人に寄せるかの多分その差です。その、ね、僕でも どっちもなんか、ね、結局ね、あれです、オリックスバファローズのバファローベルちゃん、バファローベルって女の子のキャラがイラストで見るとまあまあなんですけど、立体になるとめちゃくちゃ可愛くなるんですよ。だから多分ね、どっちもね、結局可愛いの方向に、人形デザイナーさんのセンスが良ければめちゃくちゃ可愛くなっちゃうと思うんで、あんまりそこは気にしなくても大丈夫だと思います。某パンダの不気味さもなんとなく造形にすると寄ると、そうですね、なんかベースが笑顔だから出てくる感じですかね。もう勝手にもうそれは演出側が意地悪になれば勝手にそう見えてくるっていう、そんな感じだと思うんで、基本は可愛いで造形しといて演出の方で意地悪にするのが多分いいんじゃないかなと思います。そう、なんかじわじわ寄ってったりとかするだけで多分怖くなると思うんで。そうですよね、まあ、ピラミッキー、パンダもよく見ると可愛いですもんね、ちゃんと。これはちょっともう演出の方で いろいろ意地悪な感じにはできるんで、今日は可愛いですね、やっぱり。まあ、今ちょっと爪みたいなのもまだ残してあるんですよ。手の結構クマらしいちょっと鋭い爪的な、まあ、実際は多分指をそのまま白い状態で出すだけだと思うんですけど、多分まあ握れたりもするんで、あとは偽のピンマイクみたいなのをこう置くかみたいな、こう、はいはいはい、演者感をも出すかみたいな感じとか、そういう遊びですね。なんか、なんかフェイクのピンマイクはなんか逆になんか僕はなくてもいいかなと思って、はい、これが一個ご相談、ニール先生にご相談で、FF で見たときはなんか真ん中もいいなと思いつつ、フルフィギュアで見たときですね。はい。あ、言ったのとおりです。この結構使い同士で顔に寄ったりすると思うんですね。このタイトバストというか。はいはい。タイトバストになったときに、真ん中のこう完全に染め分け系がちょっと うるさく感じるかどうかって思うんです。まだこの一番左の顔は染め分けてなければ、はい、まだなんか、まだなと思うんですけど、そこってどう思いますか？結構長い時間見てるとあんまり気にならないんで、パンダも行ったら、うん、そうですね、パンダも別にって感じなんで、僕、慣れたら多分、あんまり何も感じなくなるんで、あとはその、チェッカーのいいとこ、まあ、真ん中、センターに分けて右左にやるやり方と、チェッカーになるといろいろ賑やかじゃないですか、取り方によって。はいはいはい、色が散らばってて。っていうので、そこの好き嫌いですね。その、できるだけシンプルにしたいか、割とごちゃごちゃとこう、いろんな色味が見えるチェッカーの方にするかとか、そういう感じですか、ね。チェッカーのごちゃつく感じですよね、多分。多分ごちゃごちゃって多分感じで、多分真ん中に分かれてるやつって、なんか意味があるんだろうなって思わせる。ここまでまっすぐ、真ん中に分かれてるとっていう、その、真ん中
真ん中分けにしましょう。そうですね。あとちょっと今あの前髪足してるんですけど、これ前髪を一回自分で指で隠してみたら分かるんですけど、前髪ないと結構ね額が開くんですよ。こうちょっとさすがにこれきついなと思って、前パンダの場合だとこうあの周りのアイラインがあったりするんで持つんですけど、ちょっと多分髪型は基本ありで、もし髪型がいらないと思ったら何か乗せないとダメですよ。例えば帽子をかぶせるとか、うんうんうん、あとその頭についてこの、頭頂部にあるヘッあの、パックのリアックのアイコンをもう少しこう額の方に持ってくるとかしてスペース埋めるかしないとちょっと隙間きついかなと思ってますね。この前髪可愛いですけどね。これ運用上うちの前髪すぐ AD が壊すんですよ、ゆるキャラを。はい、運用上そんな問題なきゃ前髪いいなと思いましたけど、ね、はい、ちょっと、ね、多分ね適度にセットしないとダメか、それか造形の方でもうかっちり固めてもらうかですね。もうこのそうですね、やっぱりそのニールセンさんと昨日1回目 の, 話, あの話し合いで出た、やっぱりとあるテレビ局の青と赤の色を混ぜて、はい、紫ってとてもいいコンセプトだと思いますし、それをこう煮詰めてっていうのと、あと黄色はちょっととある意味持たせたいっていうのあるんですけど、ちょっと心の中ではあるんですけど、はい、まあそこでいうとこの黄色と僕紫はとても好きで、はい、基本的にはこの B さんのマーク2トーン真ん中のやつのベースなんですけど、はいはい、1個だけ迷ってるのが口元だけ茶色いのかこう茶色いのかっていうのがちょっとカメラに寄った時のイメージだけ今迷ってるって感じですね。そうですね、あの 目はいいと思います。ピンク、はい、ピンク青で、はい、多分ねこれ顔出てるとねめちゃくちゃ人感が強いんですよこう、うん、でこれクマだと思ってるけど多分クマみたいななんかだろうなみたいな感じがすごい出て、で、まあ、口元のやつは獣だなって感じですね。やっぱりいや口元だな。じゃ口元のがクマっぽいですもんね。はい、いやすげえ楽しく話してるけど金大丈夫かなマジで。あとはね多分人形デザイナーさんで相当センスのいい人にお願いするとめちゃくちゃ可愛いの仕上がってくるんで、あとはもうちょっと運用の仕方ですね。その あとなんかねいろいろ言われるんですよ。そのめちゃくちゃ動かしたいかとか外で使いたいかとか、はい、で多分それであの作り方が変わってくるんで、そんな動くことはない、まあ、歩ければいいぐらいのと、はい、でもまあまあでもあの以前にあのシャバニータパンダ今閉じ込められてますけど、そこに、はい、多分、はい、あのあいついつか救出するのが俺夢なんですけど、テレビのめちゃくちゃ狭い地下の倉庫ですよね。そうですね、多分あそこにガシャンって民放の中で一番倉庫ちっちゃいんじゃないかなと思ってるんですけど、テレビいやめちゃくちゃちっちゃいですからねテレビの美術倉庫ね。はい、そこにお前は20年ぐらい入っとけガシャンって。入ってると思うんであれはねそのうち救い出したいんですけど、はい、まあ、それは、ね、ちょっと本当とか分かんないですけど、まあ、それはともかくとして、あれぐらい動ければいいなと思うんですよね。はい、そうですね。ニールセンさん、あのパンダはどういうイメージで作ったんですか、ピラミッドパンダ作った時は。もうね、作家の酒井健作さんがもうパンダでっていう指定があったんですよ。なんかこういうのなんか昔のアニメ番組の制作みたいですよね。もうすでにキャラは決まってるんでお前がアレンジしていい感じにしろっていうような指示だったんですけど、ただなんかそのやっぱもう番組名もちょっと決まってたんですよ。もうひらめきとかを使いたいから、ひらめきで頭に電球を乗っけようというところまで決まってて、言葉でしか残ってなかったんで、うん、頭に電球を乗せたパンダを成立させるっていうところですよね。でも結局あれがバシッと決まったのってやっぱあの色が決まった時ですね。やっぱりあのこれ赤と青のあのトリコロールになった時に、あこれテレ東の何かに使えるなと思ったら急にこう、あもう色これにしようって決まって赤と青だわって言って決まってっていう。それニールセンさんの心の中でそういう思いがゴロッとなんか動いたんですか。そうですね、でも最初にやったあのちょっとこいつ裏も明るいような陽気な感じに見えるんですけど裏があるようなちょっと嫌なところもあるんですよっていうふうに言われてたんで、あじゃあ二重人格みたいなやつなんだなって時に、あの人間機械だって石森章太郎先生 の赤と片方が赤で片方が青 の サイボーグか出てくるんですけど、あんな風にちょっとまあ色合い2つに分けた時に赤と青でもうこれテレ東だなんですよ。でうまいこと佐久間さんがテレ東のロゴにしてくれたんで、
なんか聞いた話によると、社長がなんかロゴにこう困ってた時に、なんか新しいキャラクターロゴ欲しいなって言った時に、あ、ちょうど赤と青のトリコロールのパンダがいるんですよって言って、そうやってなんかねじ込んだらしいです、なんか。さすが、やっぱあれだよな、行かれてんな、佐久間さん。意図的にあれ、とぼけてもすっとぼけてですよ。最初からそういう風にうまいこと転がったらいいなと思ってあの色にしてたやつですね。でも面白いですね、その誕生のとこの、その酒井健作さんって多分あれですよね、なんか夜やって何でしたっけ、あのリサーチするやつ、なんか伝説の番組一回残してくれたんですね、酒井さん、ひらめき色の作り手で、何でしたっけ、あのすごい低予算でいろいろ調べてくやつ、アニメの、はい、ありましたね、なんか。はい。とか、いろいろ伝説の、ね、やられてる作家さんで。ゲームセンター CX もそうですよ。ゲームセンター CX もそうですよね。はい。で、佐久間さんも頭おかしいしな。やっぱみんな頭おかしい。で、ニルセさんも頭おかしそうだからな。そうです。そういう人が集まって。本当適当なリレーでしたよ。よく考えたら。本当によくつながったなと思って。最終的に本当にいろんな偶然で出たパンダなんで。いろんな偶然で出たパンダか、感慨深いな。はい、だからコンセプトはって聞かれて本当にね答えられなくて、そう、あの本当に適当に投げてできたら出来上がったキャラなんで、今のお話でも聞いててすごい、だから俺あのパンダを倉庫からザオリックかけたんだなって思ったのは、俺もともとピラメキーノに全然絡んでないんですよ、その、はい、あの ピラメキパンダがいたのに絡んでないんですけど、なんかリハックっていう番組、あの日経テレとダンのリハックやるときにいいなと思ったのは、その俺言語化できてなかったですけど、二重人格化に惹かれたのかもしれないです。なんかおかしいんですよ、あのパンダ、 目を見つめるとこいつ何考えてんだとか、ヘラヘラ笑ってんだけど腹黒いんじゃないかみたいな感じがして、そんな役を演じたかったんで、最初見たときびっくりして、あの子供番組で一回あの終えたじゃないですか、キャリアを、バナナに譲って終えたのに、そのすごいですよね、あのなんか子供番組出てたキャラが、実は僕こんな裏もあるんですみたいなカミングアウトされた感じですいません、本当にあれ、俺ニールセンさんに電話しましたっけ、その時してないんですよね、むしろ。いや、知らないです、僕もだからちょっとびっくりして、テレビでいきなり見てたっていう。はい、であと意外にいろんな人がパンダ知ってるんだなって、あの NHK 党の立花さんがあのピラミキパンダ見て、あのご存知だったんで、あのあーってピラミキパンダくんじゃないですかって言ってたんで、あーすごいあれ嬉しかったんですよね、めちゃくちゃわーって言って通、名前通ってる。でも立花さんに一緒にいて喜んでる場合じゃないですもん、逃げすそう、あとあのキャバ嬢にめちゃくちゃ人気だったんですよ、あのピラミキーノが、あの夕方5時半でちょうどキャバ嬢が出勤時間に待機時間の時に一番見て、あの時間帯で面白いのがないんで一番ピラミキーノが人気あったって言って、へー、そうなんです、だから東京03 の大阪公演の打ち上げに NHK の人が来て、あのキャバクラみんな連れてってくれたんですよ。でそしたら僕ピラメキーノやってるんですよ、すごかったんですよ、めちゃくちゃ人気者になっちゃって、俺パンダ作ったんだって言ったら、あそうですそうですパンダやったんですって言ったら、あのお店のママにサイン頼まれてって言ってあピラメキーノって子供たちに向けてうちら作ってたのにキャバ嬢にも刺さってたんだって言って、もうあれも嬉しかったですね。ああ普通にそれは見てくれるのも嬉しいけど、キャバ嬢に人気になるのも普通に嬉しいですよね、それ。本当もう思わぬ副産物で、その子供に向けて作ってたんだけど、ああいいですね、こういう風な転がり方すごい好きですね、僕。いいですね、いいですよ、さんめちゃくちゃ顔嬉しそうですからね、今そうですね、思い出しの、はい、これいつ思い出しても楽しい思い出なんですけど、いいですね、いや愛されてるキャラでしたし、現場に来る政治家さんとか、はい、あの秘書さんとかも普通に子供の頃、はい、見てたって若い秘書さんもいたし、あと普通に知ってた、はい、自分の子供が見てた世代なのかなっていう政治家さんもいたし、はいはい、いやすごい人気者でした。で、まあ、引き込まれるようなあの二重人格性というか、裏表あるようで何考えたか分かんないみたいな。でその二重人格性はやっぱり今回も、引き継ぎたいなと思うんですよね。そのやっぱ人間って建前と本音とか、まあ、好きと憎しみとかいろんなものってこう表裏一体じゃないですか、はい、だけどそれがこう一個に詰まってるものをこう分解してたり解きほぐしていったりするようなのが、まあ本音ベースで話すリハックだと思ってるんですよね。なので、まあそういうなんかこうやっぱ何考えてるか分かんないけど深く見ると引き込まれちゃって、
なんか裏表、裏表というか、なんだろうな、人間の中にある普通の二面性、俺、普通普通だと思うんですけど、そうですね。普通の二面性、はい、普通の二面性みたいな。はい。アニメでしかいないんで、本当、あんなシンプルな分かりやすいキャラって。あとはもう、だから、もう皆さんに育てていただいて、こいつはきっとこんなやつなんだ、だんだんキャラも固まって、このリハックの世界の中で、このパンダのキャラが固まってくるはずなんで、ちょっとね、楽しみなんですよね。こう、まあ、ピラミッドパンダはピラミッドパンダの予想外のキャバ嬢に刺されて予想外の枝の伸び方したんで、そっちに伸びたかっていうのあったんで、多分そういうことが、このリハックマに、名前何でしたっけ、候補。候補はリハックマ、リハックマ。あ、リハックマですか。リハックマは多分ね、なんか起こすんじゃないですかね。思わぬところに刺さるんじゃないかと思うんですけどね、枝が。ちゃんと剪定しないと、多分本当に、そこの壁に刺さったかみたいな、あると思いますよ、こう。ちょっと、日本中から愛されるキャラクターに、すごいニルセンさんの言葉、なんか、演出家としては、私演出家としては、嬉しいなと思います。なんか、キャラ一緒に作っていただいて、それをなんか育てていただけるみたいな、本当になんか、バトンを渡された、なんか、保育園の先生の気分なんで。はい、ありがとうございます。頑張ります。いい。はい、いいキャラに育て上げますんで。いや、よかったです。こんなの今世に出せるんですけど、もう大体裏、もう人前に出ないエピソードじゃないですか、こういうキャラを、キャラ案の会議とかって。全然いいんじゃないですか、そんなもん。全部歴史の証拠として残しておきましょう。はい。いやいやいや、そう、でも俺、あれなんだよな、ピラミッドパンダ、日系テルト大学に出すときに、はい、ちょ、名前言うと差し障りますけど、とある太田優さんって人に、俺、ニールセンさん、太田優さんから電話してくれますかって頼んだ気すんだよな。太田優さんから来なかったですか。言った気すんだよな、はい、覚えてない。まあ、言ってないかな、俺の勘違いかな。ごめんなさい、ちょっとその説は本当に。はい。ありがとうございます。はい。なんか権利がテレ東にあると聞きつつ、なんか初めはニール先生ちゃんと一歩入れたかったなと思いつつ。とんでもないです、本当に。じゃあこれちょっと、そこの修正をしていただいて、はい、もうほぼ最終話みたいな形で、次造形につなぎたいんですけど、造形、できればパンダと同じ会社でいいかなと思うんですけど、ご存知ですか、あの会社。そっちの方が、多分いろいろ伝わると思います。あとはあれですね、パンダがやらなかった、お金がなくてやらなかった、肉襦袢入れてないんで、なんかガリガリっていうのを気にするか気にしないかですね、その。テレビ東京と私たち株式会社となり、どっちが金がないと思います？ガリガリですね。まあもう中着込んでいただくか、はい、するしかないですね。多分ね、いや、そうなんですよ。このね、デザイン画の通りにやると、のムチムチ感はね、多分ね、ボディの方は多分出ないと思うんで、肉襦袢着ないと。そうですよね。ちょっと太らせる場合には、ちょっと肉襦袢着て、そうじゃない場合には、ちょっと、はい、そうですね、やってみます、はい。ありがとうございます。すいません、ありがとうございます。じゃあ、これをちょっと修正していただいて、私、ちょっと、その、会社の、前回ピラミキーノ作った会社の、ピラミキーノじゃないや、はい、パンダ、クソパンダさん作った、ありますね、制作会社さん、もし分かったら、制作会社、その美術会社さん分かったら連絡先もらうこと可能ですか？そうですね、多分ね、ホームページでね、出してるんですよ。多分ね、人形製作ピラミキパンダで出すと、こんなもん作りましたって言って、なんか、こうアップしてたはずなんで、それで見たことあるんですよ。わかりました。ちょっとそれでググってみます。はい。あ、ごめんなさい。ちょっと一個いいですか。これ修正はどれでしたっけ？あ、修正、あ、じゃあ B の3のマーク2トーンっていうのあるじゃないですか。はい。あ、でも修正がないのか。これでいいのかな。これでいきましょう。はい。あとはちょっともし、ニールセンさん的に、なんか微修正があればっていう感じですかね。そうですね、まあ、特に、あとはもう、こっから、3面起こすって感じですよ、回してみてって、で、一応、背中は 1ページ目の背中が多分基本形ですかね、こう、ピラミッドパンダはファスナー、あえて見せてたんですよ、でっかいファスナー、嘘ファスナーつけてたんですけど、これはもう隠す感じでってことですかね、こう。いや、見せちゃいますか。どっちがお好みですか？僕、ファスナーあった方が面白いと思うんで、あとはなんかこういう引っかかる謎かけみたいなのをやると勝手に後で考察組が考察したい人がいろいろ考えたりするんで、あそこにわざわざファスナーがあるってことはみたいな
なんか謎かけみたいのをいっぱい残してもいいですし、って感じですかね。いいですね。これ、YKK がすごい着脱しやすいチャック、あの、ファスナーをなんか開発してるんですよ。あの、すごい脱ぎやすいんですよ。で、締めやすいみたいなのあって、それの噂聞いて、この間紅白でパフュームがやってたんですけど、あのそれはなんか別に宣伝ベースじゃなくて、なんか早替えをパフュームやってて、それが YKK のやつらしいんですけど、それ相談したらちょっと金もらえねえかな、YKK。ちょっと相談しようかな。そうですね。いろいろ記事とかもなんかだったらいただきたいですよね。普通に。あの、例えばこれツートーンじゃないですか。だから、でピラミッドファンだって赤がファーで、で、青がラメだったんですよ。で、記事変わるんですよ。でどっちか、その、なんか、なんとかならないですかね、このそうですよね、ちょっと、まあ、頭おかしいですよね、そのなんでファスナー借りようとしてるのに、さらに金もらおうとするんだって、やっぱこの頭おかしい感じ。でもね、なんか一緒に作ったら、はい、なんかね、伊沢屋さんとかはね、ぜひあのお手伝いいただければこう、伊沢屋ってあの手芸用品のでっかい総合デパートみたいなって。いいですね。じゃあ、ちょっとそういうのも考えつつ、はい、じゃあ、とりあえずちょっと一回これを、後ろはこれでいいと思いますので。そうですね。あとね、多分ね、実際にこれお店出してみたら見積もりが来るんですけど、見積もりの内容によって、多分その、削る、入れる、入れないがまたそこでちょっと発生するんで、その。クラファンしようかな。クラファン。そうですね。あなたのクラファンで背中にジッパーがつきますと。本当そんな感じです。あのよく言われるんですけど、実際に提出してみると、予算オーバーしちゃうと、なんか部品がどんどんなくなっていくって悲しいやつあるんですけど、ちょっとね、あのお店、ちょっと聞かないと分かんないんですけど。ちょっと、一回見積もりを取ってみます。はい、そうですね。ありがとうございます、本当。多分あの僕が3面図作って、それを投げると、より精度の高い見積もりが出てくるはずなんで。3面図いただいてから、そしたら見積もりいただきますね。3面図とあとね、あの記事のリクエストですね。これ、ここはこんな記事使いたいとか、そういうふうな感じ、材料言わないと多分向こう予算出せないんで、そこをちょっと、ちょっとメモ書きしたやつの3面図を一回お渡しして、それを、工場の方に一回投げてみるっていう感じです。ありました。一回ちょっとその方向で見積もり取ってますね。はい。うん、ありがとうございます。ニール先生、本当お忙しいのに。ありがとうございます、本当。引き続きよろしくお願いします、本当。はい。では、今回は。いつかちょっと、はい。はい。また、その、リハックマが登場した際には、はい、ちゃんといろいろ素早かしていただきます。ありがとうございます、本当に。はい。じゃ引き続きよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。